ファイル、ウィリアム・クルーン1680。jpg ウィリアム・クルーンは、イギリスの医師で、王立協会の創立会員の一人である。著書に、筋肉運動の理由がある。ロンドンに生まれた、ケンブリッジ大学、エマニュエル・カレッジに学んだ。1659年に、一般向けに抗議する、グレシャム教授職に選ばれた。王立協会の設立に関わり、 教会が国王の認可を受けると1963年5月20日に設立会員の一人となり、その後もしばしば運営委員を務め、最初のフェローの一人となった。1670年にチャールズ・スカーボロの後を継いで外界組合の解剖学の講義を行った。1664年に筋肉運動の理由を出版した。筋肉の運動を無数な症法からなる筋肉に、 正規のような液体が流れ込んで中央部が膨らむことによって長さが収縮するというモデルで説明しようとし空の膀胱に水を注ぎ込んで膨らまして重りを持ち上げる実験を行った。ありがとうございます。